シザーガールは？どこだ？テル、あそこよ。おお、そう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 、半分消えたもんな。シザーガール、だいぶ弱っているみたいだな。ちょっとあんた、死んでまで人様に迷惑をかけるんじゃないわよ。え、チェリーさん、シザーガールに語りかけているのか。ちょ、チェリーさん、不用意に近づいちゃダメです。テル、夢見ミミコが言っていたこと本当だったわね。え、たとえ例だとしても傷ついたこの子を見たらやっぱりここが揺らいじゃったわ。だから例に突き込まれてしまう。確かにこれじゃ人が死にすぎてはいけないわね。チェリーさん、出る、ハサミの動きが止まった時はシザーガールを倒すチャンスよ。絶対に逃しちゃダメよ。チェリーさん、シザーガールは狂っているってあなたが言ったんでしょう。ああ、その女に心はないんだよ。それをあなたは分かっているはずでしょう。なのにどうして命を投げ出そうとするんだよ、チェリーさん。走馬灯のように過去の人物が語りかけている。助けるんだ、今度こそ助けるんだ。ああ、ドリームリンク。いいシーンなのにな、いいシーンなのにな、なんかどっか抜けとんよなこれ。助け方もうちょいなかったんかなってね。ギャー。まあいいけど。痛そう。下マットがあったらよかったな、下。人は死にすぎてはいけない、これは母の言った言葉だ。だけど俺は違う。死にすぎた人々も助けることが俺の使命なんだよ。正面衝突。なこれ、バーサスシザーガール。俺が相手だ、シザーガール。正面衝突じゃ。こっからが本番。やつも片方のハサミを壊されて弱っているようだ。攻撃のチャンスが来るのを待つんだ。うわー、で俺任せやん。てるくん俺任せやん。どういう避け方すればいいかわからんし、俺任せやん。わっ、そういう感じか。よし、いけるぞ。これならいける。これもやったことあるやん。この矢印が出たかがむ風景がすごいわ。いつか、よっしゃー、反射神経はいいんじゃ。俺はなめなよ、 FPS 仕込みじゃ。よーい、やはりシザーガールの動きが鈍っている。今がチャンスだな。これハサミをこういしてください。え、スマホの場合はタッチ、パソコンの場合はクリックきたが。おお、これは本当に FPS みたいな感じじゃ。俺の FPS 技術をなめんなよ。エイム力じゃ、エイム力。あ、ちょっと、避けるもあるんじゃ。避けるんじゃ。とりあえず避けながらなんじゃな、ハサミで。よっしゃー、いけー。まだだ。まだ壊れていない。耐久力があるんじゃ。そうか、そうか。もう一発叩き込むぞ。近距離で出現した場合、ああなるほどな、避けるしかないってことが近距離の場合は。よっしゃー、面白くなってきた。よーい、アタック。よっしゃー、ナイス反射神経でしょ。よっしゃーい、どうだ。来たー、よっしゃー、やったぞ。シザーガール、手強い相手だった。
これで成仏できたんじゃ。なんかこうなってきたらあっけないもんがあるな。もうちょいなんか絡んでくるんかなって。これで彼女に殺された人々も少しは報われるだろうか。シザーガール、孤独に負けて寂しさのあまり狂った女か。なんかあっけなく終わりすぎて、コロナだとなんかあるんじゃないかなって思うんやけど、みんなどう思う？ねえ、この街にはどれだけの人がいるだろうか。みんな孤独を抱えて生きているのだろうか。俺はどれだけの人を救えるのだろうか。デル君、なんでいつも鈴木の顔がちらついてくるのだ。何？ああ、そういうことか。ルナ、終わったよ。キラ先輩は無事か？そうか。よかった。ああ、これからそっちに向かうよ。進もう。前に。終わったー。待ちなさい。何？私を忘れないでちょうだい。あ、ごめん、忘れてた。ペロ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 言い過ぎだよ、デル君。病院行ってきたんじゃ。お兄ちゃん。デル、キラ先輩、無事ですか？ああ、ルナに病院へ連れて行ってもらったよ。お兄ちゃんの言うことちゃんと守ったよ。キラ先輩、よかった、無事で。お兄ちゃん、先輩のことばっかり。キラ先輩の言いようを引き出してる私なのに、ブツ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 。テル、倒したんだな。はい、手強い相手でした。そうか、初めからお前に任せればよかったな。キラ先輩、もう無茶はしないでくださいよ。先輩、無茶はダメだよ。そうだな、悪かったよ。デールルナちゃんまだ体勢ついてないね、君は。やっと帰ってこれたわ。出る、あんた、なんで助けないのよ。あ、いや、夢が消えたらチェリーさんも現実に戻ってこれるので別にいいかと。扱いが雑。そんな、女の子らしく丁寧に扱ってちょうだいとかそういうのは受け付けないと思いますんで。おい、おめえら。あ、龍河さん。あ、龍河さん。おめえら、店ほったらかしにしてどこ行ってたんだ。あら、龍河じゃないの。あ、兄貴？え？兄貴？なんでおめえらが兄貴といるんだよ。え？キラ先輩、兄貴ってどういうことです？テル、チェリーちゃんは龍河さんの実の兄なんだ。マジっすか？おかまが、聞こえてるぞ。私が独立支援を援助してあげたのよね。龍河さん、なんか弱みを握られた時の顔をしていますね。そうだったんですね、龍河さん。龍河さんの秘密がバレたところですみません。俺は帰ります。お兄ちゃん、昨日から寝てなかったもんね。あれ、私がおぶっていってあげるわよ。出るったからいい男だから送り狼になっちゃいそう。ペロ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 。あれ、なんか恨みっこつぐの日でこういう喋り方してるようなやつが見たことがあるな。
ダメ、お兄ちゃんは渡さない。あら、冗談よ。冗談に見えませんでしたけど、はあ、お兄ちゃん、モテモテだね。いや、ちょっと待って、こいつからモテるのは脳幹でしょ。脳幹、脳幹、脳幹、脳幹。モテるおじいちゃんが悪いんだからね。それ、私が取ってあげる。ちょっ、あら、いい相手ね。チョッキンチョッキン、北坂、北坂、ここにも資産があるが、あんたも仲間になりなさい。やめてくれ。てる、助けてくださいよ、キラ先輩。おー、終わったなんというかね、今回も過激でしたね何が過激かって言ったらさ、もうほんとチェリーちゃん、もうどうにかして初めて助けたヒロインがさ、まさかのチェリーちゃんだったからねあと龍河さんの弱み握ったけん、多分次から給料5倍ぐらいになるからな姫野ゆりかっこ偽名って本名教えてほしいなって思うんやけど、あともうちょい今回のストーリーにも絡んでほしかったな。結局シザーガールのことがいまいち友達だったというのも分かったよ。チェリーちゃんの友達だったのも分かったけどさ、細かい事情っていうか過去に何があったかっていうのも全然聞かされてなかったな。結局何だったんだろうって思う。はあー制作アイムシアン、これからも面白いゲームを作っていただきたいね。今回も面白かったです、ありがとうございました。次回へ続く。あれあれ、ちょっと待って、なんかこのエンディングの映像流れた後にまたなんかオチみたいなのがあったやん、前回まで前回だったらさ、あれ夢が消えちゃったら死体も消えちゃうから、死体も消えちゃうんじゃない、見るってみたいな話になってさ、えってなるなって終わったやん前回そういうオチないんじゃ今回よっしゃ、何にせよ第4話シザーガール通り魔事件完結いたしました。このペースだったら第5話第6話ってまだまだどんどん新しく出てくるだろうな、失極シリーズ次はどんな感じになるだろうか。ちょっと久しぶりにつか2回あのホストドリームス関係のあれが続いたけんさ、今度はちょっと休日を見てみたいなって俺個人的に思うんやけど、どうすか作者さん、この動画見ていたら作者さんどうすか。